名古屋統計博物館名古屋統計ワールドは一般財団法人統計ワールド財団が運営する企業博物館である。当初は2020年6月に開館する予定であったが新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて延期されている。2020年11月時点で日本刀を約500振り収蔵する日本最大級の統計博物館であり、 同年9月時点で、収蔵品には、国宝1件、重要文化財10件、重要美術品41件、特別重要当件54件の日本刀が、含まれている。ヘラルドシネプラザの跡地に、東建コーポレーションが建設したホテル型高級、賃貸マンション、栄江タワーヒルズ敷地内に併設予定の企業、博物館、地上7階建て、 延べ床面積約595坪の北建と、栄タワーヒルズの2階部分を合わせて、延べ床面積は約1012坪。本館2階には、和カフェ、ウラクを併設する。日本の伝統工芸、伝統美術の保存、普及、発展、及び、名古屋市の観光活性化に貢献することを、目的として設立された。コレクションは、東建コーポレーション創業者で、 財団代表理事の葬田稔が40年以上に渡り収集してきた日本刀と甲冑を中心に構成され、その他、ひなわ銃、バグ、ジンガ弓矢、浮世絵等の美術品を収蔵する。2020年11月時点の日本刀の収蔵点数は約500振りで、展示室には国宝や重要文化財、重要美術品をはじめとした最大200振りの日本刀と、 約50両の甲冑を展示する予定。最新のデジタル技術を活用した企画展も計画中。収蔵品の一部は、名古屋市中区にある、刀剣コレクション名古屋、丸の内、三重県桑名市にある、刀剣コレクション桑名、多度の2施設で先行して公開されている。黒川希章がデザインを担当した、坂江タワーヒルズ。その2階部分が2019年に着工し、 2020年4月に完成した。カ冑、チュウ、ジンバオリ、弓矢などを展示するカ冑チュ展示ゾーン、カ冑チュ騎ム武者キバムの人形と写真が撮影できるカ冑チュムゾーン、インタラクティブ映像を導入した壁3面の映像シアターがある。日本刀を月替わりで展示する和カフェレストラン、ウラクでは甘みや軽食、ドリンクを提供。日本刀、 歴史についての書籍も自由に読むことができる。2019年1月に建設工事開始、2020年5月に完成。本館のある、栄田タワーヒルズと同じく、館情の装飾や丸窓がついている。国宝、担当名、内国光三織田信長の末程で、武将の織田長枡が、豊臣秀頼から配慮したもの。波紋は、互いの目混じりの大長寺乱れで、 とても華やか。地鉄は流霊精細な昇番目派だ。見幅が広く、重ねも厚く覇気があり、豪壮な大敗ながら、荘厳な高みに到達した凛とした品格を伴っている。重要文化財重要美術品特別、重要刀剣重要文化資料講師特別、貴重資料のあごや刀剣ワールドは、月岡義都市や歌川国吉などの武者絵を中心に400点以上の、 浮世絵を所蔵している。所蔵しているのは、主に夏季の浮世絵師の作品である。ありがとうございます。